はい、こんにちは。たけさんサックスクラブサックス奏者小松武弘です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、マーク6についてお話をします。セルマーのマーク6ね、皆さん好きですよね。セルマーのマーク6ね、やっぱりみんなジャズ界隈の、まあ、ジャズを志すサックスの人はみんなやっぱりマーク6欲しがると思うんですよね。まあ最近だとトランスアクションっていうその前の機種も皆さん結構注目してると思いますけど、まあね、今日はマーク6についてだけちょっとお話をします。はい。でね、なんでまあ未だにマーク6マーク6ってみんな言うのかっていうと、まあ一つにはそのバランスですよね。なんだろうな、今のハイエンドの楽器って皆さん持ってるのかな。例えばセルマーで言うとシリーズ2とかシリーズ3ってね、ヤマハで言うと8のつくシリーズですね、875とか82とかね。で柳沢で言うと、まあ、シルバーソニックもしくは、2桁のやつですね、 WO10 とか WO20 とかね、2桁のやつです。でそれは、まあ、ハイエンド、ね、それぞれのメーカーのハイエンドの楽器になります。でそれに比べるとやっぱりマーク6って当然違うんですよね。なんかよくマークシジャズ界隈の人だけなんですけど、ジャズ界隈の人ってこうマーク6こそ最高と思ってる人がいて、なんでこうマーク6みたいな楽器作らねえんだみたいな話するんですけど、それは、まあ、なんとも言えないんですけど、実はそれだってその人が好きなだけだから。サキソフォンっていう、ね、サキソフォンの進化というか、まあ、現在サキソフォンを考えた時に、いやいやそれも時代遅れなんで設計も何もかもみたいな、まあ多分そういう話なんですよ。で別にジャズばっかりやってるわけじゃないから、サックスの世界はね、クラシックとかも、ね、あるわけでしょ。同じバランスで決してそのサックスって楽器ちょっと特殊なんで、クラシックがメジャーでジャズがマイナーってわけじゃないんだけど、なんかもうサックスだともう半々か、下手するとジャズとかポピュラーをサックスで吹く人の方が多いんじゃないかぐらい、まあ、サックスって楽器は珍しいね、そういう意味でね、珍しくそういうジャズとかポピュラーで使う人も多いから、もう何とも言えないこうバランスなんで、メーカーさんとしてもやっぱりどっちのね、どっちの意見を聞くかとか、まあ、いろいろ多分難しいと思うんだよね。他の楽器だったら、ね、例えばクラリネットとかだったら多分ジャズの人とかの言うことで聞かないっていうか、まあまあまあ考えてないよね、クラリネットを作ってるだけなんで、うん、だけどサックスってやっぱりそういう意味ではクラシックじゃない演奏で使うシチュエーションもかなりあるんで、やっぱメーカーもそれ考えざるを得ないんですよね。その時にジャズの人たちって、いやマーク6みたいな楽器作ってくれりゃいいのになって言っちゃうんだけど、でもそれはやっぱり違うんだよね。なんかそういうもんじゃないんですよと思います。それはまあタカさんもまあそんなにまだ、ね、50年も60年も吹いてるわけじゃないけど、わかります。それなりにこの楽器がそういう時代のもので、今のハイエンドはもっともっと進んでるし、まあ全然使い勝手もいいわけですよ、ね、なんでマーク6が史上最高の楽器ではない、それははっきり言います。で今の現行のハイエンド品ってね、だから吹けばわかるけど、やっぱよくできてるんだよ。それに対してマーク6ってパッて吹いたらやっぱりいろんなことが使いにくいと思うんですよね。音程をこうしっかり、音程のコントロールも、まあ、ちょっとアバウトだし、そんなピシッと合わないしね、なんかコントロールのなんか技量っていうものを正確に吹こうとすると求められたりするのは確かです。なんでそれって、ね、まあ、たまになんかほらそういうヴィンテージを扱ってこそテクニックが一人前だみたいなこと言う人いるけど、別に無理して使わなくても新しい楽器をね、
いいコンディションの楽器をもっと楽に吹いて、そんなこうなんか音程とかコントロールとか余計なことを気使わずに音楽に集中できる方がそれはいいわけじゃないですか、ある意味ね。だから別にいいんですよそれは。だからなんでみんなマーク6が好きかっていうと、音色と響きなわけで、あの操作性云々みたいな話があると手がたまにやりやすいっていう人がいるんだけど、やりやすいわけないのねあの気配置はもう本当にいいっていうような気配置なんで、それは今時の楽器の方が全然いいですよ。そんなのもやっぱり何十年も経ってるわけですから、今の楽器のアクションの方がもう全然いいです。あの当時良かったっていうだけで、今のハイエンドと比べたらもう本当にやっぱ古い楽器なんで、いろいろ至らない点があるっていうのが当たり前です。で、武さんは、まあ、どの辺に注目したいかっていうと、まあ、要は音色と響きみたいなね、そこだけなんですよ。で、今時のサックスで、まあ、現行品のサックスで、なんかそういう感じってないかなっていうと、柳沢でいうと WO1 とか2とか一桁のやつね、あのいわゆるライトウェイトのタイプってやつですね。ヤマハでいうとね62、うん、これが武さんにとってはマーク6に、まあ、一番近いっていうか、ね、マーク6と重なる部分が結構あるのね。あるの。正直言うと現行品の楽器、あの現行品のハイエンドの機種はあんまり重ならないんだよ。だから多分みんなそうじゃねえそうじゃねえってみんな言うんだよ。あのマーク6の方が良かったとか、まあ、良かったっていうよりはそう違いすぎちゃうんだよね。でそれに対して、例えばヤマハの62なんかはこうパッてね、楽器パッてやってストラップかけてヒュッて持った時にこの感じ全く一緒なんですよ、マーク6と。おそらくこのサイズとかこの感じが一緒なんでしょうね。あのストラップかける位置とかで手もよく似てる。でこうマウスピースこうやってパッと見た時のこう目から見える景色が、ね、まあ、一緒なんですよね。あれはね本当にびっくりするぐらい一緒なんで、他の機種とは比べ物にならないぐらい62パッとやったら、あ、まあ一緒だって、いろんなものが一緒に感じます。でそういう意味ではね、うん、まあいろいろあるんだけどよく似てるよ、よく似てる。で当然なんかそういうとこから来るの、こう多分サイズ感とかなんかいろんなことから来るのかもしれないけど、やっぱね操作感もよく似てるの、うん、なんか吹いてどういうふうにこう下とか上の音域をこう吹く操作感はすごくよく似てる。ただ何が違うかっていうと、やっぱり響きとサウンドは違う。多分ね、まあ究極ほら自分の音色とかサウンドとかあるんだけど、そうじゃなくてね、楽器の持つね、そのなんか響きとなんか鳴りのバランスみたいのがやっぱ全然違うんだよね。そこが、うん、まあ武さん正直言ってヤマハ全般的にその鳴りが強く感じるんですよ。響きよりもなんかバーって鳴るっていうことが結構先に立つので、そこがなんかねすごく遠くなっちゃう。まあ現行品の楽器ってどこのハイエンドの楽器もわりかしよく鳴るんだけど、マーク6のヴィンテージってね、そんなに鳴りの成分が強くないんだよね。もうちょっと響きの成分があるんだよ。でそれがまあ筐体が、筐体とか本体とかパーツが軽いからそういう風になってるのか、まあそれはなんかやっぱ昔のバランスなんだと思うんです。今時のキーとか今時のなんかこうしっかりとしたもので作るとやっぱりそういうなんか感じはしないんだと思うね、残念ながら。なんで62はね、その他の部分はもう本当にマーク6なんだけど、そこだけがちょっと違うかなっていう感じなんです。はい。でじゃあその響きとなんかサウンドみたいなそのバランス、こう楽器のバランってこう響き方がよく似てるの
まあ、ねえのかっていうと、そこで出てくるのが柳さんの W1 とか2で、これはね、武さんそこは似てると思うんですよ。あのマーク6のバランスによく似てる。でちょっと操作感とかはやっぱちょっと柳さん違うのね。やっぱセレマの吹き味とは全然違うし、思った感じとかこうもうストラップがかかる位置が違うの、こう重量バランスとか全然違うんで、パッと持った時にセルマっぽくはないんだよ、まあ、マーク6っぽくはないんだけど、だけどね、吹いた時の自分のこう 吹いたことに対しての響き方とかはすごくよく似ていて、なんで音色だけを考えると意外にマーク6で吹いてる自分の音色をマーク6の上で奏でたいみたいな人には近いんだ、そっちの方が、柳さんの方が。まあ吹奏楽のこう感触は違うけどね、うん、だからまあ2つが合わさったらちょうどマーク6になるんじゃないかっていうぐらい、なんかねこの部分とあの部分でこうちょっと2つの機種にこう分かれて感じることはありますね。でその他のねやつに関してちょっとよく分かんない。あの例えばヤマハの持って安いものに関してね、よくヴィンテージっぽいとか、ヴィンテージってこんな感じだろみたいなたまに言う方いらっしゃるんだけど、あのハイエンドに比べて、まああそこまで言うと廉価版だからさ、あの60人ぐらいだと昔のハイエンドなんで、あのそんな抜かりはないんですよ。だからそういう意味で一緒でしょ、マーク6だって昔のハイエンドだから今のハイエンドに比べれば違うじゃん。で60人ってはまさに立ち位置がそんな感じで、昔のハイエンドなんで、この今のハイエンド対昔のハイエンドみたいな感触は似てるんだよ。だからそれより下に行っちゃうと廉価版になっちゃうんで、廉価版になっちゃうとちょっと違う、さすがに。あの悪い言葉で言うとやっぱり安っぽい感じがしちゃうんですよ、響きもね。まあまあ何じゃろ、こう、まあ、アクションがダメだから、ダメっていうかアクションがやっぱ値段に比例しちゃうから全然あれなんだけど、でもこう一見吹いた感じがハイエンドに比べれば軽いよねみたいな感じでは共通なんですけど、でもそこまでいっちゃうとやっぱり廉価版の響きってのが出てきちゃって、さすがには向いてないんじゃないかなっていうふうに思います。で柳さんはもうそれ以外ないんで、 それより下のランクのものってないので、あんまりそういう感じはしません、はい。で他のなんか台湾製の楽器とかでとかね、でまあオーダーしてすごくそっくりにマーク6そっくりに注文してる人とかいるんですよ。あの、まあ、アメリカの中のねショップとかなんか、まあ、小さいメーカーでそういうのをよくやってるのがいるんですけど、それはもうなんかどうなんだろう。ちょっとそっちに関しては、まあ、タケさんもあんまり真剣に吹いたことないし、ちょっとノーコメントですね、今回はね。なんで、まあ、ね、日本の楽器使ってください、やっぱり日本人なんで。日本の楽器使ってください。もちろんセレマをね、まあ、お前セレマ使ってんだろって言うと、セレマ使ってるから、偉そうなこと言えないんだけども、でも、そのマーク6の、なんかこういう部分を感じるみたいなところは、本当に、ヤマハの62と W1-2 っていうのはすごくタケさんにとっては、まあ、勧められる楽器なんで、まあ、皆さんねそこで、ね、こう吹いていろいろ感じてみると、あマーク6ってこうなんだとか、あのマーク6で吹いてる人の音いいなと思ったのが意外にその楽器で、あこういうことなんだっていうのが手に入るんじゃないかなと思います、はい。もちろん新しい現行品っていうのはパーツも手に入りやすいし、何かあっても治るし、やっぱ新しいからコンディションもいいし、いいことづくめだと思うんですよ、はい。まあ、そんなわけでいろいろ皆さん検討してみてください。そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。